狩江村は、1955年まで、愛媛県東上郡にあった村である。現在の西予市の西部に位置し、上海に面した農業村であった。昭和の合併により、河原津村と合併し一旦、豊見村となり、さらに3年後の高山村との合併で、秋浜城、さらに平成の合併で、西予市となり、現在に至っている。現在の西予市の西部、南は、 補欠湾に面している。北は、極山、十毛森、権現山等を境に、宇和町に、東は、田原津村に、西は、高山村に接しているが、高山村との間はしばらく断崖海岸が続く。いずれの裏も、南南東方向が明けており、季節風を遮り、湾内は、波静か。半世紀明治以降仮、江村の系譜。町村聖志工事。 たの浜浦、高山村、高山浦、明浜町、氷津浦氷津村、狩浜浦と読村、狩江村、私江村。明浜町の平成の合併の経譜については、明浜町の記事を参照のこと、明治の町村政志向に際し、狩浜浦、私、江浦の二家村がそのまま大あざとなった。狩浜は本浦、枝浦の二つの浦に分かれ、 渡り号は一つの裏であるが、いずれも民家は湾王の海岸沿いの地域に密集している。果樹園の段端と漁村景観が、西予市下で2019年に文化財保護法の重要文化的景観に、上替刈浜の段端と農漁村景観として選定された。当村を通る鉄道はなく、最寄り駅は予算線宇野町駅。海岸に沿った県道が他の地域と結ぶ道路。 ありがとうございます。